ちは。今日はですね、こちらマーラーコーベ台湾の激辛鍋を食べに来ました。すごい久しぶりなんですよ。今もう寒いかな、毎日本当に鍋の季節ですけれども、ちょっとここのラオスーパーの鍋すごい美味しいです。ではでは入ってみたいと思います。この私でも、なので薬膳の方に入れます。じゃーん、これね、イカスミのすり身団子です。これ美味しそうですよね。ちょっと真っ黒で怖いんですけど、入れます。ここはね、2回目なんです。この前来た時に美味しかったので、もう一回来てみたんですけど、もうすごい美味しいんです。辛さもちょうどいいですし、辛すぎないでいい感じです。多分辛いの苦手な方もいけるんじゃないかなと思います。じゃあちょっといただきます。マーラーコーなのにさらに生の唐辛子を入れる人なんで、だってパンデミックで来てるのすごい、普段このぐらい食べてます。はい、いただきます。うん、うん、美味しい。これもしかして何もつけない方が美味しいかも。ご飯来たらぜひこの生のルバーを食べてください。揚げてないやつ、ちょっと何もつけてないで食べていきます。何もつけない方が美味しい。もうね、これ韓国の食材も入っていて、香ばしい出汁がしっかり入ってて、なんかこのサーサーと唐辛子はいらないです。ちゃんとこの辛い鍋の中に入っている韓国食材の味がすごい染み込んでますね。お肉とか湯葉の中に何もつけない方がいいと思う。美味しい。じゃーん、これハモの血って言って、ハモの血の塊のゼリーです。これ台湾の人は好きなんですよ。かなりプルプルしてます。私大好きなんです。ハモチいただきます。うん、ハモの血美味しい。いつもこういうとこ来ると私絶対こっちメインになっちゃうんですよ。このぐらい辛いの好きなんですけど、でも美味しいんですよ。実は白いこの薬膳辛くないものをいただきます。韓国の薬膳の味が濃いです。韓国の苦手な方はちょっとあれかもしれない。このぐらい濃い味で私大好きなんですけど、
なんかシロップもスープ飲みたいですね。これは美味しいはず。こんなシロップ、そうなんですよ。ちょっと飲んでみます。あ、美味しい。なんか美味しいね。スープめっちゃ美味しいよ、この白いスープ。うん。濃厚です。さすがにね、この辛いのは飲めないんですけど、ちょっと勇気はないですね。食べるのはいいんですけど、ミックスしちゃいます。これ結構たまに私やるんですよ。これだけだと辛さが物足りないんで、こうやってこれ2杯にして、これこうやって入れて、これ1杯、真っ赤ですよ、これ。これを1杯入れるんですよ。あるんです。まろやかになるのかな、辛さが。あ、美味しい。これ美味しいよ。たまにやるんですけど、ここでやっても美味しいです。ちょうどいい辛さ。やっぱ辛すぎると辛いだけじゃなくてちょっとしょっぱいんですよね。ちょっと塩辛いって言うんですかね。なんかそれを混ぜることによって少し和らげるから、ちょうどいい辛さ、しょっぱくない感じ、飲みやすいです。なんか膨らんでるよ。めっちゃでかくなっちゃった。これ大きくなってるよね。ほら、もっとこれわかるかな。超膨らんででかくなってる。すごーい。ちょっとなんか嬉しいな。いただきます。うん、すごいイカの味が濃いね。見て、この中真っ黒。すごーい。イカスミです、全部。これが美味しいに決まってる。台湾の油条です。揚げパンです。朝ごはん屋さんによく出てくる揚げパンですよ。同じやつです。これをこれに入れるんです。全部ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 秒ぐらいです。このちょっとふにゃふにゃになる手前ですかね。ちょっとまた辛さが残ってる感じが美味しいんです。うん、ちょうどいい。美味しい。周りは火鍋のスープがしっかり染み込んだ感じになって、中はまだカリッとしてる感じですかね。この感じがめっちゃ美味しいです。四川風の春雨サラダですね。ここの名物らしいんですよ。鍋ではないんですけど、サイドメニューになってると、真っ赤っかですね。いただきます。すごいしびれる。私このぐらいの辛さが好き。めっちゃ美味しい。これ人気があるの分かります。めっちゃ美味しい。これなんかひんやりとして冷たい感じですね。お腹がいっぱいです。めっちゃ食べました。やばいです。やっぱりこの辛くないのと辛いのと、こう両方ないとダメですね。ちょっと辛いの食べて、またちょっと辛くないの食べて、こうやって交互に食べてたもっと飽きないです。こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしくね。グッドボタン押してください。バイバイ。